吉さん、思う気持ちってものすごく大事なのとすごく強く出てくることがあると思うんですよ。まあ念力って言うじゃないですか丹波哲郎の大英会では語られたかどうか分かりませんけどもまあ男の一年岩をも通すっていうことわざがあるんですけども実際に岩を通すかどうかはともかく念力っていろんな場面で私たちの障害を乗り越える時にねトラブルを乗り越える時に使えるんですよ念力ね。だかから本当になんかこう 強く念じてねできるはずだと思ったらできちゃったりとかねこう腕立てせする時でも本来だったら20回ぐらいしかできないのに頑張ってって応援されたりね可愛い,い子にで隣にライバルが同じように苦しい顔で20回目をやってたりするとかするとくそ負けるかみたいな感じでねまさに今までなかったと思った能力が念,念じることによってねいろんなことを思うことによって出てくるみたいな。それで、で今までやったことのない21回 22回っていうその限界を超えることだけできるのは念じることじゃないかなと思うんですよあのこんなケースがあるんですよなんか動画のやり取りの中で100回過ぎたら売上が30万上がった人がいるんですよねで今度ね100回から200回に向かう時に動画のやり取りする時にじゃあ200回に行くまでにもう30万行きましょうかって言って150話までうんともすんともなかったんですよでちょっとダメかなっていう風なこと言ってたんで うん、ダメじゃないでしょ。この50話が積み重なって、ここからプロモーション、セールスかけていけば、ここまでついてきてる視聴者さんっていうのいるんで、じゃあ対談しましょうか。ズーム対談、ライブでやって、多分ライブに,ライバルに来た人は買いますよみたいな感じで、ね。私はもう売れる、売れる、売れるしか目線がないわけですよ。でもその方は、いや、どうもなぁみたいな感じでやってたんですけど、結局は売れました。ライブに来てくださった方が買いました。うん、思った方が私がこうじゃないかなと思った方がそうなりましたね。だから今回は、 どうかなダメなんじゃないかなって思うエネルギーに私の念力が打ち勝った例だと言えますよねまあでもねなんか商売を繰り返し繰り返しやってると一見不利に見える状況でもいやもう気は溜まってるよとあとほんの一声ポンとかけるだけでダカダカダカッ売れるよねっていうふうな瞬間、うん、ちょうど風船にパンパンに張り詰めた風船に画ビオンの針を刺そうとして近づけても近づけてもプチュンと刺さない限りは割れないわけじゃないですか。 でずーっと近づけてるんだけど割れませんとか5個も10個も近づけてるのに割れませんっていうふうに感じる人といやこんなんそんなになくても1個でさちょとあと 1mm 押したら割れるんじゃないっていうのとそのぐらいのね差があるのかなとでもそういうふうに思わなければできると思わなければやらないでしょうしやれないと思ったら、まあ、まさにやらないと思いますからね年力の,の気持ちって大事じゃないですかねいっらっしゃい。